応コーディングが、もう残念だよ。ここにも、ここにもおらん。おい誰が残念や。リクルートダイレクトスカウトさんとの YouTube のコラボ動画企画として、うん、スクール生にスクール生にドッキリをしたの。ドッキリ、ドッキリ、いや、どういうやつ。テレビの企画と称して、はい、スクール生の中からフロンターレ愛が強い子をスカウトして、ああ、リクルートダイレクトスカウトさん、ありがとうございます。はい、川崎フロンターレがより強くなるためにどうしたらいいのかという偽企画をやってます。で、その中で変装した番組スタッフとして、うん、突撃しましょう。変装して、ああ、いいですね、なんか面白そうですね。それで、俺のことを悪く言うのか、よく言ってくれるのかっていうのをやって上り坂でしたみたいなやつですか。でもこれ必須じゃないですか。ちょっとまずかけてみてください。目元を隠さないと。だって普段マスクしてて帽子かぶってても声かけられるんだ。そうそう、やっぱりオーラといいますか。違う違う、髪を全部入れちゃう。髪、あ、そうや、そう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 、そう、それを、お、お、お、わかんない、来た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 、あ、これ、これがいいね。あ、そう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 、そう。出ましたけど、好きなところとか、こんなプレーかっこいいなとかあります？
あー、一つ、あと、あ、すごい、これが上手っていう、どうぞ。スローインが、すごい、足元に、足元に繋がってる。後ろからのコーチングで、あー、なんか前めっちゃ言ってたんですよ。ピッチがいいではまたそのフロンターレ面白くしてくれてる。あー、そう、ピッチがいい。そういう面では必要さが高い。盛り上げてくれる。盛り上げ役。そうそう。プレーの面とかはどうですか？プレーはいいんだよね。プレーはいい。プレーはいいんだよ。なんだ、仕事が低いからもうちょっと高くなって、あ、それ、あの、それ、それもう仕事、どうしようどうしようないよ、それって。結構前のあの、スーパーカップの浦和戦とかでも結構、あれ、登里選手のサイド結構やられてたよね。やられてた。まあ、よく覚えてらっしゃる。登里選手選手の好きな、あ、登里選手のこと好きな人、はい、好きよ、好きよ、はい、え、待ってくれ、え、待ってくれ、はい、そういうことだよ、やばい、やばい、やばい、ガチホットよ、おい、ずっとあったの、やばい、俺、やばい、ガチホットでした。あの、俺、ここにも、ここにも、ほら、誰もあげへんかったやろ。ゼロって何？でもみんなすごいね。このボードだけでこんなにみんなそれぞれ意見し合って、やっぱ自分の個性を出すことってすごくいいことですよね。最後に登里選手から皆さんへ、これから壁にぶつかることもあると思いますけど、純粋にあのサッカーを楽しむことだけは絶対に忘れないで、それが本当に、成長につながる方法の一つの将来、フロンターレで活躍できるように、みんながこうやって選手として選ばれるように、頑張ってください。また一緒にサッカーしましょう。はい、ありがとうございます。